て落ち葉どっしりながらも私の色迷う優しさみたい全部置いていてください不安だとか遠にすがりなら目を覚まさせてね
ジュブラリンという曲を聴いてもらいました。これもアルバムの中に入ってます。続いてまたお送りしたいのが、これも、アルバムの曲なんですけれども、映画の主題歌になっております。山桜という映画の主題歌で、これはですね、枝を折ると書いてしおる、しおるっていう言葉が、こう山道とかで枝を折ってこう旅の目印にしたわけですね。そこからこうしおりっていう言葉が派生しました。私は、しおりっていう漢字を、こう干すに木と書くんですけども、そんな素敵なところから作られたのかと思うと、いい言葉だなと思って、この映画にぴったりだなと思ったので、恋をするとね、なんだかこういつもこう本を開けて眺めたくなるような、思い出したくなるような、そんなしおりみたいなものだなと思ったので、タイトルをしおりとつけました。いい人生の目印になりますように。それでは聞いてください、しおり。君の身
ございました。
年の紅白で初めて手話というものを、ちゃんと、覚えましたというよりかは、これは知ったことなのですが、もう一つ歌詞を作るようなものなんです。例えば夏は暑すぎてはなんか地球の体温計が上がっちゃうみたいな、暑いっていう手話もあるんですけども、夏が暑すぎるというのは指摘でどうしても、変換しにくい、暑い暑いになっちゃう、そういうのどうしようかっていう箇所がいっぱいあって、私はこの花水木を伝えるためにもう一つその手話を、見る方に対して、世界を作りました。そうやってこう歌を伝えるときにいろんな世界ができていくのがすごく面白いなと思いました。まあ、私たちにはそれぞれ人間というものはまあ感じ方とか考え方が全部違ってそれぞれの世界があると思うんですけれども、それを個性と、時に呼びます。ただ、ちょっとなんか間違ったり、ボタンがかけ違えたりするとたまに偏見だとか差別というものになってしまいます。私は、なるだけそういう先入観だとかにとらわれないで人と向き合っていきたいなと思いました。で、そのそれぞれの世界っていうものを、自分が受け入れて自分の世界というものも誰かに受け入れてもらってそうやってこうそれぞれの世界とつながっていくことで地球が成り立ってるんだなと思ったら、一つの、詩を書くことに至りました。それが受け入れてという、最近出した、曲です。ぜひありがとうございます。もともとは性同一性障害の、友達がいて、その友達の気持ちに近づきたくて、もっと知りたくて、たくさん話をした時に、人を受け入れるっていうことは自分自身を受け入れることでもあるんだなと、気づいた瞬間でした。人を受け入れれば受け入れるほど自分も受け入れてほしいっていう欲求ができるし、そうやって閉ざすんじゃなくて、ユナイトしていくっていうのがすごく大事だと感じれました。だからここに来ている皆さんと、私たちミュージシャン全員、奏でている音楽で、つながっていけたらなと思います。